おはようございます。ロボチステーションのジャンジャンです。本日は寝台のせいやをうちにやってまいりました。寝台6です。今中世並んでるんですけど、じゃん、1番、どっちが好きですかね。原産タイプをご用意いただいて、ロングスティ違うんだよなだからせいや3が好きだったってことですよね。僕前作のあの戦略タイプの方を僕打ってないので、そのお話はちょっとできないんですけど、その1個前の SCR のガチ SD タイプの方はすごくお世話になってまして、せいやというコンテンツの愛はないですけど、せいやという大は大好きでございます。世代じゃないんだもん、いつやってたかすら知らないですよね。そして本日撮影にご協力いただいてますのが、プレイランドキャッスル下店さんにお邪魔しております。ご協力ありがとうございます。それではせいやの寝台でカテブリー、カテブリーでは、行きたいと思います。無事、寝台確保できました。P セイントセイヤー、アテナゴールドバージョン1500でございます。スペック出てるんですけども、ゴッドイータータイプのセイヤー。継続率は込み込みで、81% 乗ってます。すごい楽しいです。1枚目行きます。すごいな、新しいバッグ。だいたい三洋さんは、海は別枠なので、何か新しい枠に変えるときは、だいたいセイヤーで変えてくるんですけど、今回もやはりセイヤーでした。レバーついたのも、前回の、天中型のセイヤだったし、イレミア枠もセイヤ3かな、 あれは大きみだったかもしれないですけど、で今回も新しい枠もセイヤということで、セイヤ愛してますよね三洋さん。それでは寝台セイヤの注目演出、説明していきたいと思います。大事なのはとにかく天魔流星、文字4つストックから行ったりリーチ後半時に発動することがあります。まあ、こういう形で、ストックした形になります。であと次回予告だったり疑似三次に、ハーデスリーツリビズナル、アテナの呼びかけ予告、まあ、あとゾーンで言うとハーデスステージですね。であと北斗のトモカットみたいな感じでリーチ後にボタンを押して、まあ、キャラの廃棄が出る演出も、まあ、50パー以上という形になります。で頭抜けて熱いリーチがハーデス KSP のハーデスです。全部で3人いるんですけど、他の2人は大体50パーぐらい。おなじみのゴールドセイントのバトルもあるんですけど、佐賀だけ熱くて 64% で、他の3人は大体 28% 大体3割程度になってます。で救済演出はデスマスクチャンス、おなじみです、お願いチャンスみたいな感じで発展するんですけど、その時の煽りのキャラが赤かどうかが、結構大事だっていきます。僕も今日初打ちですので、まあ、勉強はしてきたんですけど、まあ、初見の演出も多々ありますので、純粋に楽しんでいく中で、ご説明できるとこ、ご説明できたらなと思います。ユーザーとしては嬉しいんですけど、台自体の音がちょっと小さいので、このマイクで音ちょっと拾う音が小さくて聞こえない部分があるかもしれないんですけども、すいません。ただユーザーとしてはすごい嬉しいです。キーンとしない、耳が疲れないのはすごく嬉しいです。そう、これで音量マックスですからね。さあ本機のスペックなんですけども、 H 2種混合タイプになってます。目指すところは超流星ラッシュですね。連鎖分2個もらえて、そのうちのどっちかで大当たりを取れば継続する形になってます。まあ、ゴッドイータータイプですね。で振り分けの一部で10ラウンドプラス次回濃厚の振り分けがあるんですけど、それを加味して継続率 81% となってます。右の振り分けはオール10ラウンドですね。でラッシュ突入率は大体 53%。 もう1個の原産タイプのセイヤも演出面はほぼ変わらずです。初当たり取ってラッシュ入って、ただそこから違いますね、92% 継続になりまして、黒弦を思い出していただければ分かりやすいかと思うんですけども、まあ、どんどん図柄が高速で揃っていって10ラウンド取れたら次回継続の振り分けがあるよっていうような、打ちたいスペックはまあ2種類319で選べる、それは最近ではなかったかなと思います。まあ、お好みで選んでください。で僕は最近負けてるプラスあまり継続した記憶がないので、一発の出玉にかけようと思います。やはり三洋さんで、まあ、源さんの演出構成をまあベースにしてるなというところが結構あって、まあ、寝台屋入って間もないので解析全然出てないんですけど、まあ、天魔流星国をはじめとして、まあ、文字のストックで上げていくところとか、あと後半発展濃厚のものが地味にあったりとか、まあ、そういうところは源さんにちょっと寄せてるなっていうところがあるので、台を極めたい人は打ち込んだら打ち込んだ分だけ得られる知識があるような台だと思ってます。ちょっと保留変化の話もしたいと思うんですけど、保留の系統がメイン保留は2つです。ゴゴゴ保留、文字が増えてって、まあ、文字が多ければ多いほどチャンス。もう一つが、まあ、色保留なんですけど、まあ、色保留って言っても赤と金しか最終的にならなくて、パターンが点滅、その上に拡大点滅保留、赤金です。
で他の保留としては、県の保留があるんですけど、もうそれが結構暑くて、県の保留入った時点でハーデス系の SP 以上行くんで50杯以上見れただけで暑いです。イメージ的には画廊県、ザンマ県の中間みたいな保留なんですけど、刺さるわけではなくてそのまま県がパンって出てきます。静かですね、とっても。演出控えめな印象はあるんですけどね。あ、チャンス目。これ背景の色が赤だったらチャンスアッププラス、真ん中のキャラがセリフを喋り忘れもチャンスアップになります。今地獄の門で午後放流ですね。こっからハーデスステージ行ってもらわないといけないです。地獄の門、おい、ハーデスデックス欲しかったですね。午後放流もっと成長してくんないと。でここでハーデスステージ図柄が止まるかどうかです。何個あるかな。1個ガセ、2ガセ、5分の3、止まります。あー、いっちゃうよな。これ止まってくれたらハーデス SP 系ですからね。あ、いいよ、デスマスクチャンス。これ赤だったら発展濃厚でした。今のマントの男の色大事なんですよ。いや、これ技術さんを1回も見ないまま2枚目が入ってしまいます。すいません、2枚目入ります。やばい、演出全然見れてない。お、天魔、さあ技術にしましょう。これ次ネクスター追ってくれた技術さんですね。お、上まで上がってきた。さあ全集合で、ここでぎじってほしいんだよな。バトルリーチ前半以上いきます。さあが、タイトルが落としかった。で、これのチャンスアップは聖夜以外の3人がオーラーをまとうかどうかです。まとわない、立ち上がれ聖夜、立ち上がれ。あー、いったいったいった来ました。注目です。これかっこいいくないですか。よけで、こっから、注目が結構あります。しかももう相手坂だからリーチも一番上だ。黄金、なんかゴールドセイントの中では音が銀さんですよね。いや、かっこいい、めっちゃバイブしてる。ちょっとホクトチックなだけ多すぎる。すげえよこの 3D、 これ入ったらあってもいいと思うぞ。今 60% で2個入ってます。これデフォです。どうだろう、届け。うわー、やったべかよ。私こそこの地上の唯一の支配者なのだ。復活長くない、復活。うわー、でけ。総都市1万1000です。よかった、あれ外したら結構ショックでしょ。今のセリフがデフォなんですけど、あそこでアテナのセリフだったらラッシュ突入まで濃厚になります。何しようかな、バトル、バトルにしようかな、バトルできます。突入は53倍ありますから。よし頑張ろう、いきます。うわ、ラダマンディさん一番やばいんだよ。このキャラじゃなかったらいいんです。ここで先制取れば、避けてくれ。で、ここでせや、やばい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 、ラダマンって見たくなかった。立て、どこかでってせやが頑張ればいいんですけど、これダメかな。復活、あー、ダメだ。すいません、1回目通常でした。
また珍しくですよ皆さん、新第6で2枚目以内に当たります。今回こそはちゃんとプラスで終わりたいです。で今ゴールドセイント系で当たったので、次はできればハーデス系で当たりたいですね。で今当たった感じを見ると、ゲンさんほどゴリッゴリに絡まなくてもいいのかなっていう希望は見えましたね。でちょっとあの興奮して1個見るの忘れたんですけど、あのラッシュのバトルの時、ゲンさん同様開始時に上部の枠の左側にある日時計のランプがゲンさんのように飛散になってますので、そこが緑でやった 50% らしいんで、ちらっと上を見とくのもありだと思う。さっき考えるんですけど、パチンコなくなったら何しようかなって。だから競馬か、そうだ確かに、ね、今再びの可能性はってことはゲージ連ですね。これネクストの文字怖いんだよな、ちょっとホラーチックですよね。で、ロングリーチは来ますね。ゲンさんだったら1先輩を願うところですけども、あ、前半まで行く。先輩時ボイスも固有のもんでしたね。おっと、これちょっとチャンスじゃないか、ネクスト取れるんじゃないかな。え、ネクスト行くでしょ。痛い痛い痛い、ギズさん今日初です、何げ。オーケー、これあとあともう一文字、最後息、熱い。え、こんなパターン熱いんですよ。4人喋ると最後息のパターンが一番熱い。今なんて言った、今ビッグって聞こえた気がするんだけど、でもこれはさ、天魔流星予告行ってくんないと。いいね、これは熱いわ。でオーラは出てないけど、多分後半行くと思うんで、いやこれは天魔流星まで行ってくれたら確実に今日一。OK! やっぱこの動き好きだな。おお、赤文字入ったな。ただ天魔流星入んないんだ、それが不安です。そこだけ打って押し切れ、ドン、よし。いや差が熱いわ。で揃った後のボイス注目です。ボタンがすごい。でほかなかなか出なさそうですけどね。行きましょう、ちょっとバトルで行きます。さっきの敵じゃなければその時点でチャンスですね。頑張りましょう。いやだからラダーマンテスじゃないんだってば、こいつ一番強いんだよ、頼むよ。やった、ラスト入った、よかったです。10ラウンド総投資17,500円ですね。でここからあの2回転でのうちどっちか大当たり取ってれば継続なんですけど、モード4つあって1個のカウントダウンモードはあのもう減算なので、それ以外の3つ頑張って全部お見せできるようにしたいと思います。で振り分けのうちにあの次回継続の振り分けがあって、それ込みで 81% で、それを抜くと継続率が 80% です。でちなみに右のワード連続率は 1.8 分の1です。それを2回転で当てればいい。でカウントダウンはやめときます。じゃあこれからいきましょう。燃えろ俺のコスモよって言えば当たりです。これ分かりやすいです。取りましょう 1.8 分の1。まず1回目爆発とか言ったらね、もう大当たりのコース。さすが頑張れ。あら、これのコスモよで当たり勘弁してよ、ここで勝利すればいいです。ここもラダマンティス出ちゃいけない。で1回転目外れた、これダメなんですよ。ラダマンティスはいらないの、いらないよ、いらないんだって。嘘でしょ。ここもあのバトルと同じ、どっかで、あーボタン来ない、押させて。いやせいや頼むって、せいやせいや
で最後の秒数もあります。00とかだったらあのゲンさんと同じボタン折りのこう77だったら大当たりのこうとかまあねこういうこともありますよ。2回でしかもらえないし。ただまた次ラッシュ入れたらあのどんな感じかをお見せしたいので、コスモ爆発しなかったんですけど次のやつでから始めたいと思います。今のところ体感的にこの役物の上昇パターンがゲンさんでいうロゴ落ちに何回の気がするので、上がってこないとちょっと不安ですね。まあ、さっき読んでますね。お、佐賀の見たい。どうなるの。そう、佐賀頑張れよ。このコスモ悪くなさそうだけどな。佐賀初めて成功しましたのよ。さあ止まれ。よし、木津さん天魔赤 OK で上がれ。エフェクトが弱い。 OK 上がる。このキャラはステージ対応なので色だけに注目してれば大丈夫です。天魔竜、あともう一文字。後半からスタートとかねいろいろあるんですけどね。誰だ、アフロディーテ。タイトル変わらないか。チャンスアップ欲しいですね。あ、白バラ OK、 チャンスアップで坂井以外のゴールドセイントはちょっと信頼度が抑えめなんで、発展時に赤テロップとかそういうのが必要です。まあ、ここ行きますので、ここで文字全部ストックして天魔竜さん入りたかったら危ない。入らないよ。赤宝竜で押し切れんのかな。いけんのかな。これで当たれだったら面白いバランスですよね。え、これ押し切ったら超面白いよ。これだと妥当なんだよな。復活もなくはないと思うんですけど、あなんか原産っぽいな。まあ、今のはまあ大量以下のキャラクターのロングリーチで極限演武なしみたいな感じの流れですね。今のでなちょっと当たんないよなを裏切ってくれたらなちょっと嬉しかったですね。お、地獄のもいっと。こっち当てたんですよね。まあ、ギジネするんですけど、新しいギジネ方だな。あ、地獄のもんもんになるんですね。いや、これで上がってきたらいいのに。あともう一文字。止まれ。男は、あ、ダメだ。あ、いたいた、中行け。あ、いたいたいた。タイトル赤でチャンスアップ。タイトル大事。あー、デスマスクデフォですね。救済リーチでこれプッシュして連打でどこまで行くか。あ、上がらない。あ、いいよいいよ。あ、止まっちゃった。あ、止まっちゃった。頑張れ。今上がり方良かったと思うんすけど、ダメなのか。当たりかと思った。いや、この台ゲンさんと同じくラッシュをかけた右打ちの演出、裏ボタンがあって、裏モードにするとラッシュに入っていれば 90% で濃厚演出が出て、残りの 10% でいつも通りの振り分けで抽選されるんですよ。なのですぐ分かりたいけど、まあ、出なくてもなんとかなるかもっていうような振り分けになっているので、よかったら裏ボタン押してみてください。あ、もう125発しかない。持つ玉消えます。でもあっさりしてるんで結構ストレスなく打てます。本当昔のパツリコみたい、急に熱くなる。いや、この良さがちょっと動画を通して伝わってればいいんですけど、何もない暇すぎる台として映っちゃったら僕は悲しいです。そんなことないのに。ここのホールさん血圧測定できるんですよ。
ふざけ半分でやってみたら僕上148で、まあ、下はまあまあだったんですけど、気をつけようと思いました。症状とか調べたら心筋梗塞とか脳卒中とか出てきたんで、ね、長くパチンコを打ちたいですし、突然ね赤堀流激圧あとかだって倒れたら僕一生後悔すると思うんで、まあ、ダイエットもそうなんですけど、水多く飲んだりとか適度な運動とかちょっと気をつけてたらね、結果ダイエットにつながると思うんで、本当に濃いもの控えますわ。僕味濃いの好きだから長生きしたいですね。今日終わったら味噌が食べたいんですけど、甘めいきます。いや、そろそろちょっと何か起こさないと。4枚目この台の演出具合、食べ物を例えた湯豆腐ですね。食べ頃でポン酢来たらちょっと熱いみたいな、味が遠いですよ。ゲンさんどっちかというとすき焼きじゃないですか。染み込ませて染み込ませて合致した後、食べ頃になって卵通して当たるみたいな。解析出たらしゃべしゃべぐらいになると思うんですけど、何も分かんない状態だとマジで湯豆腐ですよ。あ、着いたよ。入賞時着きましたね。これ熱いんじゃね。え、多分帰るよこれ。 OK、今日初のゾーンです。いや頑張れ先輩。ドラは4、これ超えよう。あ、ここか。 OK、 ナイスです。これでブロンズセイントのカットインさん入ってくれたら嬉しいんだけど、まあカットインなくてもネクストですね。いや、これ決めきりたいですね、このまま。あ、役ほど上がらず1個足りんて。4点敗で、ここでボタンで出してほしいな。 OK、 文字次回は15個。 OK、 OK、いや、これ天魔入って、天魔流星で、この後プシュンすれば天魔流星入ります。 OK、 よしよしよし、次回予告付きですよ。いや、これはあるでしょう。どっかでいいとこなんだよな、この動き方。もう全部坂のリーチあたりで申し訳ないですけど、いただきます。 OK、 外れたらどうしようかと思うよこれは。413回転、総投資が33,500円かな。いや、まだ全然返ってくるよ。あ、デフォルト、まあ、大体これでしょうね。これもし裏モードにしてたら1ラウンド2ラウンド目でほぼ告知がきます。これラウンド見たらね、10ラウンドついてなかったらダメなんで、僕は絶対見ないです。準備万端、さすがラッシュ。やだ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 、やめてやめてやめてくれ。通常はダメだよ、通常はダメだよ。まあでも交互に引いてるって考えればいいのか。ちょっと調べてみたんですよ、さっきのあの目光ったの気になってちょっと調べてみたんですけど、おそらくあの目のチカチカチカはあれ大当たり濃厚っぽいです。なんか僕この台次の当たり早い気がする。グジさん行かないかな。激闘ネクスト、ネクストがいい。 OK、 グジさん割れた。あ、ハーデス、あ、ハーデスステージです。これ激アツ、これ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 、あの本当はねハーデス座ってるんですよ。これ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 、もうハーデス、ボロハーデス。というわけでハーデスエンスピードどれかに行けます。でセリフが大事で、発展時に目を凝りすると思うんですけど、この後のセリフが大事なんですよね。 OK、 OK、よし。先に言っちゃうと、ハーデス SP にいた時の煽りの時にセリフを言うんですけど、ハーデスがハーデスから直々にって言葉が始まった場合はハーデス行くんですけど、違う場合はハーデスには行かないんですよ。他の2人に行っちゃいます。
さあこれセリフ注目。あってことはこれいかない、ハーデスではない。他の2人いきますね。でハーデス以外は強制して 50% です。でハーデス系はタイトルが金だった場合大当たりの行になります。であとボタンか日時計の煽りからのボタンで、日時計だったら大当たりの行になります。でもハーデスステージプラス天馬流星入ってっからな、これはいただきたいですね。まあ、細かいチャンスタイプの詳細のこと出てないんで下手なこと言えないんですけど、なくても当たると思うんだよな。いやこれはね受け止められるよ。せいや大丈夫、俺のコスモよ。もうバイブってた、気持ちいい。ハーデス系やっと出せました。早かった42回転。しかも個人的に奇数だからラッシュ優遇されてる気はしてます。お前は立てる。お、これ叫びですね。おっこゾーン止め、これ次回動くじゃん。次回誰、カーミュー、カーミューね。突然来ましたね。多分次回予告はゲンさんもだと思うんですけど、多分極限部の王国だったからこれも来ると思う。今日初めて佐賀以外のゴールドセット勝つんじゃないですか。大丈夫大丈夫、割れる、多分プッシュに来るはず。よしもう勝ちましょう。さすがにでテロップが変わっててほしいですね。ああ変わってない。いやこの組み合わせ結構強いと思う。もう出力最大よ、打ち返せ。よし44回転どうでしょうかな。でも今日こっちまだ飛ばしてないんじゃない、こっちでしょ。飛ばします、飛べペガサス。あーこれ緊張するわ。これもっと拡大してあの目元アップになったらねチャンスアップなんですよね。あっ爆ブラシで止め、よし着いたもん。なんかラッシュです、飛んだぜ。よしやっと聞けた、ペガサスファンタジー使いどころがなかった。あとは気が毒させます。よし帰ってきました潮流星ラス、今回こそ続けましょう。総投資が3万4000で変わってないのでもう万発出ちゃえばもうプラスです。で次これにしよう。日時計が出るんですけど、どこかでゴールド星のが出てきてくれたらその時点で大当たりの方向で、青い炎が赤かったりしたらそのうちで違和感があったらプレミア、あのプレミアで大当たりの方向です。じゃあ行きましょう、行きます。どっかで、どっか、よし継続1500、これが安定です。で次が、冥王ハーデスのエネミが出てきてくれたら大当たりの方向です。でもう一個カウントダウンなんですけど、まあ、カウントダウンは原産タイプ打つときやると思うので今回はカウントダウンやりません。これでねネクストとかあっても3000発とかあるんですけど、振り分け的にはあの 5% で10ラウンドがと無限があるので 5% プラス、まあ、保留連でも下されるのでだいたい 21% ぐらいかな、5回に1回ぐらいはあの3000発の下見ることができる感じですね。さあハーデス頼むよ、入れ見てれば OK、 終わった、はい、いやでももう一個で当たってればいいからな、一人でもここ越えればいい。 OK、 あつあつあつ、もう一個オーケー、熱い熱い、次越えたらもう当たり、だミーノスで相当熱いはず。せいやここで決めちまえ、ボタン、オッケー、ひどっけーじゃん、あざっす。
一番やばいのを突破した時点で相当熱いです。ゲンさんなんだよな音。でもゲンさんと違ってね、一発が1500ですからね。じゃあさっきダメだった、ブロンズモード行こうかな。思ったよりもね、前半パートが短いんだよね。サクサクいくけど怖いっすよね。よっしゃー、ここ行こう。コスモ爆発させます。 OK、 爆発すれば大丈夫。こんな感じです。1個目だったら2個目も当たって3000パス来ないから。4回目、プシューなかった。で、このネクストの告知がある分、ネクスト来ないと残保留が怖いんですよね。こっちのタイムは僕ネクストいらなかったと思うんだよな。ゲンさんのスピードで1500飛んでくるから脳汁やばいですけどね。さあゴールドいきます。どっかで出て、あ、来た、出てきた、出てきた、やっと1回手目で当たってました。全然3000パス飛んでこない。あれ確かゴールドセント最初のアイキャッチで大当たり濃厚な方もいるんですよね。あ、もうまくりか。次当たれば早いっすね。だって5分でもう75ぐらいでしょ。なんか世話せないですけど早いですね。よっしゃー、で頼んだよ。縛るなよ、扉閉めるなよ。 OK、 いい顔してる。いや3000見たいんだけどな。これでまくり、まくりました。6分でまくりましょう。6時間たった押しを6分でまくる、恐ろしいっすね。いやちょっと面白かったのゴールドなんで、ゴールドでいきます。まあ全部1回ずつ当たりを見せてきたんで、あとは楽しもう。ゴールドアルデバラン、どっか、あいてて、ドゥー。まあ告知来なかったからしゃあないよな。あっ、あった。3ってどうだ、覚醒部位3000度。よっしゃ、万発超えた、気持ちいい。おい万発、いや早すぎんだろこれ。いやここまで早いと思ってなかったんでびっくりします。あ、ゴールドセント9回目。すいません、あのちょっとラッシュタイム元に戻っちゃったんですけど、気にしないでください。早すぎて戻っちゃったみたいな。あ、ネクスト来た、神ライオン。さあ持ってるんで悪くしなくなってきた。10連目ってことは1万5000発持ってるもんね。やばい、買いになっちゃってますよ。1分で1万5000発出てます。事故ですこれ。多分液晶が熱にやられたのか、後ろの反射部分熱にやられて一回ちょっとショートしちゃって、で無事このまま復帰したんですけど、ラッシュタイムだけリセットされちゃったんですよ。なのであの1万5000発が2分で出てるおかしくなってるんですけど、気にしないでください。これにプラス10分ぐらい、10秒かな、あ10分か、10分じゃないね、これで10分足してます。今12秒ぐらいだと思ってもらえれば大丈夫です。12秒はやばいです。1秒先発。おい、ネクスト終盤のラウンドでも来るんだ、告知いいっすね。これ最初だからじゃないんだ、1ラウンド目とかかなと思ったら、そんなことないの。なんか久しぶりに僕死んでるかかってません。ドゥッ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 、バーン、オッケー。てか次連チャンしたら2万発ですわ、一撃でかい。打てますね、これ仕事終わりで全然打てますよ。現行機早いって言うと、ジャギとちょっと肩並べるくらいありますね。後ろより早いかもしれない。どうだ、テイ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 ン、あーない。いやちょっと勝って2万発来てえな。アダマンティスを蹴るんだ。オッケーオッケーオッケー、アイアクス、おいしおいし、はいはい、まあまあいいでしょういいでしょういいでしょう。もう先制取れ、ボタンを押させて、まだまだ次、せーやー、
立ってボタン、よし2万発よかったっす。ということで2万発できますね。やってまいりました。新入力で久々2万発って言おうとしたら終わりました。出なかったか。当たってくれ、いないし、また勝たなきゃダメか。おっしゃ、3000じゃん。覚醒部位だったら3000ですよね。あ、覚醒部位じゃないか。あ、なんだこっちのパターンもあるんですね。2万発超えております。あ、なんかそう終わんないんですけど、すげえな。だって僕これで定まりも1万3000発ですもんね。トゥ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 ピン、あ、覚醒部位だ、3000、よっしゃ、2回っていう数、やった、えーぐー、この音目覚ましでもいいんだけど、やばい。あの、ありがたい、重みが違いますよ、ネクストの。まだまだ、OK! 早かったっすね。もう弾が止まりません。もう3万発いったらちょっと戻かようかな。2万5000発。僕、新大陸でこんな出たの、エヴァ以来かもしれないです。さあ、アルデバラン頼んだ。いい、当たって、あ、バイブしてない、アテナ、あー、ファイナルバトル。いや、勝てばいいよ。ラダバンティさん、やばいの。いや、これでも勝ったら本物だよな。ボタン、勝たなく、まだ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 。せーやー、まだある、まだあるよ、立て、お願い、ボタン折り、00秒、なんなら77がいい。秒数は14、ボタン、あ、2万6000発一撃、ボタン惜しかった。カテブリー、お疲れ様でした。実践終了です。新大陸久々の大勝利に終わりました。結果からです。投資8500発、回収が24160発。こんなに勝てると思わなかったです。大の感想なんですけど、本当にあっさりしてるなというような印象でした。で、ゲーム構成を主に、まあ、ゲンさんだったので、打ってる人は、まあ、多分これ熱いなとか、最近の三陽さん結構赤を厚めに使いがちなんですけど、まあ、それが見事に生きた、ゲーム構成だったかなと思います。で、今回1500発のループタイプと、あとゲンさんタイプが2つ出てるんですけど、まあ、ベースがゲンさんの 92% ループの方で多分作られてるので、あの右打ちもちょっとあっさりめだったと思います。もしかしたらね、あの 92% の方打った方が良さで出たのかなとか思うんですけど、溜まってたからね、まあ、こっちで良かったかなと思います。あの1500発じゃないですか、てネクストみたいな重みが違うんですよ。他の台だったらシュンドラーみたいな、その演出起こる保留連がバンで片付けられるところが個人的にちょっとツボでした。いや、速さですよ、速すぎましたね。最近あの速さ競争みたいなのが業界で起きてて、最初はゲンさんか、ゲンさんから始まって、次なんかユニコーンが1500発のループで速え、ジャギが来た、まあそこら辺で十分速かったと思うんですけど、もっと速く感じた。なんかやっぱゲンさんのスピード感で1500がループするんで、ちょっと異次元な速さだったかなと思います。この1500発のループは多分体験したことがないと思うので、ぜひ皆さんも体験してほしいと思います。気がついたら2万発あります。で、演出関連もあの主要の演出ほぼ出ましたし、あの流れは分かっていただけたかと思うので、で、あとだんだんとゲンさんみたく情報が出てくると思うので、出てきたらまた新たに 92% のもまだ打ってないので、打って ここ実はここだったんですよっていうのを、動画でお伝えできればなと思います。ここまで見ていただきまして本当にありがとうございました。すごい今日楽しかったです。皆さん明日も良い一日を、さよなら。いや、モーター勝ってろ、洞窟に進むに勝ってくれ、よし OK、 いや揃っただろこれは。
これ次計測、あ、4500度。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。